アトレティコマドリード2014から15アトレティコマドリード2014から15アトレティコマドリードはアトレティコマドリードの創設後84シーズン目である2014から15シーズンの成績を記述したもの。このシーズンはチェルシー FC へと移籍したジエゴ・コスタの代役としてマリオ・マンジュ・キッチやアントワーヌ・グリーズマンらを獲得しタイトル獲得を目標に掲げた。しかし、 攻撃的に振る舞おうと試みた結果、カウンターからの失点が増え、勝ちきれない試合が増加。リーグ戦は、FC バルセロナとレアルマドリードに次ぐ3位に落ち着いた。コパデルレイではベスト8バルセロナ戦で2試合合計2の4で敗れ、UEFA チャンピオンズリーグでもライバル、レアルマドリードに2戦、合計0から1と赤敗し、毎シーズンの借りは返せなかった。 しかし、レアルマドリードに対してはシーズン中8度対戦し、4勝3分1敗と、圧倒。リーグ第22節に行われたホームカルデロンでの、対戦では4から0と対象し、歴史的勝利を挙げた。試合前のメンバーシーズン終了時のメンバー中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 レアルマドリード V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V レアルマドリード出展トランスフェルマークと A イコールアウェイ H イコールホーム W イコール勝ち D イコール引き分け L イコールフレバー空前 V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V レバー空前アトレティコマドリード V レアルマドリードレアルマドリード V アトレティコマドリードありがとうございます